すごい分かりやすかった。要点要点が詳しく書いてあるんで、合格できる要点をまとめてるテキストになってるんで、とても良かったです。はい、最短ルート上がると村地和興と申します。今現状勤務している会社が通関業と、まあ、海外業、あのフォワーディングを中心とした配送物流サービスを行っている会社に勤めております。はい、まあ、今勤務している会社が、あの通関士を資格を、まあ、取得を推奨している会社でして、まあ周りであの持っている方もいらっしゃったので、まあ僕も取ってみたいなと思うので勉強を始めたのがきっかけですね。はい、まあ、正直5回目ということだったんですけれども、まあ、無料の、あの、御社の講座のを見たときに、すごく分かりやすかった部分とか、あの、あったので、選びました。はい。1回目はですね、あの、他社さんの通信講座をやりまして、で、2回目はその講座を引き続きやってたんですけれども、で、まあ、その時2点足りなくて不合格で、ちょっと、悔しかった気持ちはあったんですけれども、まあ、3度目の正直と思って3回目もその講座と引き続きそのシェアで売ってる教材の本とかを買って勉強したんですけれども、まあ、結果的には3度目の正直もならず不合格で、で、まあ、もう4回目も諦めようかなと思ってたんですけど、とりあえず、まあ、もう1回チャレンジしてみようと思ってやったんですけど、まあ、当然のことはもう1回勉強を やめてしまったんで、まあ、全部不合格だったんですけれども、まあ、そういった中でやっぱり最後の最後までちょっと諦めきれないというか、まあ、そういうものがあったんで、で、あの引き続き続けたことをですね、はいはい。日々の勉強はもう、あの朝、まあ、早く起きて勉強、まあ、出勤までに時間に勉強して、プラスであの本社のダウンロード機能があったので、講義のそれをダウンロードしておきまして、で通勤時間にあのこういうあのこの教材を見ながら音声を聞いてという形で、まあ、本当隙間時間で勉強しながら、まあ、あと昼の時間も問題集を解いたりで、まあ、帰りの通勤時間も同じようにそれをずっと続けて、あの毎日継続して続けたら勉強しました。はい、総合講義はもう本当にずっと何回も何回も聞いて繰り返しでしたね。もうあの倍速機能とかも御社のものがあったので、1回目はもう本当に理解できるまで聞くようにして、で2回目以降はもうとりあえずもう苦手な分野とかはもう何度も何度も聞いて、あそういうことかこういうことかとか、そういうのを理解してどんどん深めていったような形ですね。で先生の、あの加藤先生の講義もすごい、あのやっぱり受験生の立場になって考えているような形で、こうやって覚えるんだったらこういうところに引っかからないように注意してとかが、すごい自分自身、あここ気をつけようとかいうふうになれたんで、そこがとても良かったです。はい、もう過去問の解説は、もう過去問はもう本当に先生の言われた通りにあの勉強しました。 ABCD で理解してるしてないとかを自分自身で決めていってですね、まあ、まあちょっと見づらいんですけど、ここに A とか書いて B とかで C は理解してないとか、そういうので勉強していきました。もうこれにあとプラス、あの先生が作ってくれたあのマークシートですか、これをもうひたすら何度も何度もやって、で何割以上何割以上っていうのを集計していって、あやっと9割いってるとか、そういう形でずっと勉強し続けましたね。はい、もう 10回ぐらいはやったのかもしれないですね。はい、やり込みはしたね。もう過去問に集中して、まあ今までちょっと不合格になったところも関税法等がやっぱり一番苦手だったので、その分の部分でまあとかは何度も何度も過去問で理解して引っかからないようにとかすごい注意したかもしれないですね。はい、そうですね、もう直前期はあの正直あの加藤先生に言われた通り、模擬試験、あの全国模試とかは1個は受けといた方がいいっていうことも言われてたので、まあ直前の1ヶ月前の模試と2週間前の模試は受けるようにしたんですけれども、それでもやっぱりちょっと合格ラインに達してなかったんですね。
でもうやっぱりね、こんだけ何度も落ちているので、また悪夢が蘇るような感じでまた落ちちゃうのかなっていう不安はあったんですけども、もう最後はもう自分信じて、もう引き続き、まあ、先生に、ね、教わったこの講義をの、まあ、こともずっと思い出しながら問題集解いて、最後まで自分を諦め、自分をね信じて、あの力を信じて、あの頑張っ、あの続けてきました。はい、はい、やっぱりもう何と言っても諦めないでよかったっていうことですね。もうなんかその昔好きだったアニメのね、あの最後まで希望を捨てないで、そこで諦めたらそこで試合終了だよというそういう名言があるんですけど、まあ、本当その言葉の通り、本当に諦めないで、まあ、継続して続けて合格できたんで、苦しい時とかもね、やっぱり毎日毎日の日々 で通貫試験って1年に1回しかないんで、モチベーション上げるのが大変だったりとかもあったんですけど、本当にもう今回ね5回目で、まあ御社の講座で受けて、先生の言葉信じて勉強続けてきて、本当に良かった、あったっていう、諦めたらよかったって、本当それに尽きます。はい、すごくあのフルカラーテキストで、正直もう今まで今回5回目なんですけど、使ってきた教材全部捨てたんですね。で一からも勉強しようと思ってて進めていったんですけども、すごい分かりやすかったです。で要点要点がこのなんでこの×なのかとか全部詳しく書いてあるんで、先生の講義の中で if べとかそういうあの頭にインプットさせるようなこととかもいろいろ教えてくれたんで、もう全体的にはもう本当に要点、合格できる要点をまとめてるテキストになってるんで、とても良かったです。はい、まあ現に仕事をしている業務の中でもやっぱりその書類のチェックとかはあるので、まあ、引き続きそれプラスで、まあ、今回資格を取れたことによって、まあ、その資格を生かすことにどんどんしていきたいなと思ってますし、まあ、またこれが終わりではないんで、まあ、合格できてこれで終わりだってわけではないんで、次の資格に向けて、取得に向けて、もう今もちょっと始めてるんで、今までやってきたこのルーティンというか、そういうのは変えずにこれからも頑張っていこうと思います。はい、通貫選手権結構難しい難関の試験だと思いますし、3科目となると範囲も広いですし、いろいろと勉強するところは多いんですけれども、僕自身やっと5回目で合格できたんですけど、まあ僕に似たような経験している、まあ2点差で不合格とか3点差で今回不合格だったっていうので、モチベーションを下げたりする方もいらっしゃると思いますし、まあ合格ラインに達した科目ももう一回勉強しないといけないとか、そういう部分もすごく辛いと思うんですけども、この資格の試験って最後は多分努力が報われるものだと思ってますんで、どうか諦めずに皆さんも頑張って勉強していっていただければなと思いますので、必ず多分結果はついてくると思いますんで、はい、頑張ってほしいですね。はい、動画のご視聴ありがとうございます。アガルートでは受講相談無料体験を受け付け中。詳しくは概要欄をチェック。